ロンドンにある王立外科医師会本部イングランド王立外科医師会は、イギリスのイングランド及びウェールズにおいて、歯科を含めた外科的な医療を統制し、患者の治療と外科技術について最高水準を促進、前進させることを目的とした独立した職能団体である。略称は RCS。フェローシップを FRCS と呼び、しばし英国連邦県における、 上級医の資格、肩書きとしても用いられている。本部はロンドンのリンカーンズインフィールズの南側に位置している。1308年に創設されたロンドン市内の床屋たちのギルドに期限する。床屋は外科医が職業として確立されるまで外科的な治療を行っていた。中世ヨーロッパで 外科的な医療を行っていたのは主に修道院であったが生殖にあったため流血を伴う外科処置が行えず、出入りの床屋に補助をさせたのが始まりと言われている。エドワード4世の時代、1462年に外科手術が床屋ギルドの正式な業務と認められ、外科手術の統制も床屋たちが行うようになると、 その枠外にいた外科手術のみを専門とする外科医たちと外科手術を兼任する床屋たちの間で論争になり1493年に外科医たちが床屋技術土に加入できる協定が結ばれるまで続いた。ヘンリー・パスセーの時代1540年に床屋ギルドは正式に床屋外科医組合として設立が許された。1745年に床屋の業務から 外科処置を分離させ、外科医組合として独立した。1800年に直居を得て、ロンドン王立外科医師会となった。1843年にはさらに直居を得て、現在のイングランド王立外科医師会となった。王立外科医師会会員に対しては、ドクターではなくミスターを用いるのが正しい継承である。設立初期のロンドンイングランド王立外科医師会には、 次の人物も含め300名ほどの会員がいた。会員の伝記は、外科医師会の師匠ビクター、プラールによって編参が始められ、1929年に彼が死亡した後も続き、2005年の時点で5000、あまりの人物の伝記が9冊の本にまとめられた。現在は、イングランド王立外科医師会によって、そのオンライン版として、プラー、 エスライブズ・オブ・ザ・フェローズ・オンラインが公開されている。下界組合の本部は、1797年に、オールドベリーにあった、下界会館からリンカーンズ・イン・フィールズに移った。下界司会となって、以降の最初の建物は、ジョージ・ダンス・ザ・ヤンガーとジェームス・ルイスによって設計され、1805年から1813年にかけて建設された。後にこの建物は、建築家。 ジョン・ソーンの診断によって構造的な欠陥が発見される。1833年建て替えのための公開コンテは建築家、チャールズ・バリーが勝利を収めた。1941年にドイツによる爆撃が下界司会を直撃したが図書館と本部の玄関部分は現存している。1799年になってイギリス政府はジョン・ハンターの残したコレクションを購入し、 その管理を外科医師会に任せた。ハンターのコレクションを基礎として、その後、歯科学分野のコレクションや、リチャード・オーウェンの博物学コレクションなどによって保管され、現在のハンテリアンコレクションとなっている。博物館には数千もの解剖学的な標本と、多数の外科器具が展示されており、イーブリンテーブルや、アイルランドの巨人チャールズ・バーンの骨格標本も含まれている。 ありがとうございます。